夕日号現在の車両夕日号現在の車両夕日号は東京都と山形県鶴岡市、酒田市を結ぶ夜行高速バスである。すべての座席が指定のため乗車には事前の予約が必要。当初は省内交通と東京急行電鉄との共同運行で相性も日本海ハイウェイ夕日号だった。東急では道路線を ミルキーウェイ号坂田線と案内していた。その後、1998年に、東急は坂田線を含むすべての夜間高速バスから撤退し、しばらくは、省内交通のみの単独運行となっていた。一方、1992年10月1日から、省内交通と国際工業の共同運行により、坂田、鶴岡、大宮、赤羽間、省内、日本海、 ハイウェイ夕日後の運行を開始したが、1999年に渋谷発着の路線と統合された。統合後は、都心の経由地も渋谷池袋大宮の順に停車している。2009年には新たに東京駅、秋葉原駅、上野駅発着の系統も運行を開始しており、2012年には新宿駅への乗り入れも開始した。さらに、2017年には、 東京ディズニーランド発着便も運行開始した。運行開始時は、多摩電跡地の東急バスターミナルからの発着だった。東急バスターミナル閉鎖後には、渋谷東急院前などが乗り場だったこともある。なお、日本で初めてボルボアステローペーが使用された、夜行高速バスでもある。 渋谷駅池袋駅西口大宮駅東口、庄内観光物産館 S モールバスターミナル、庄内町は丸目駅前イオン、坂田南店坂田商工、バスターミナル、坂田海鮮市場前、バスタ新宿東京駅丸の内北口、秋葉原駅上野駅庄内観光物産館、S モールバスターミナル、庄内町は丸目駅前、イオン、坂田南店坂田商工、バスターミナル、 坂田海鮮市場前、東京ディズニーランド東京駅、JR バスターミナル庄内観光物産館、S モールバスターミナル庄内町余る名駅前、イオン、坂田南店坂田商工、バスターミナル、坂田海鮮市場前。ありがとうございます。